アラジンたち元気だといいね。リクも一緒にいたりして。王様もね。欲張りじゃな。一番の欲張りは誰だよ。誰だよ。イヤーノだ。違うんだ、違うんだってば。ええ、こちゃん。そうだけど違うんだ、前の俺とは違うんだって。とっても反省して悪いことはやめたんだ。どうだかな。信じてくれよ。シャザン、俺ジャファーと一緒に魔法のランプに閉じ込められただろ。なんとか逃げ出したけど行くところがなくて。大丈夫、世界は広い。あっぱれ。ねえ、ちょっとかわいそうだよ。俺、アラジンたちに謝りたいんだ。あんたたちから俺のことを話してくれないかな。ねえ、そりゃドナルド。危ない。次から次へと、もう。今だ。Thank you.
ナルド、グーフィー、プリンセス前の事件の時は本当にありがとう。あなたたちがいなかったら今頃はどうなっていたことか。もういいってそんなこと。でもさ、ハートレスがまた悪巧みをしてるみたいなんだ。ここにもたくさんいるけど大丈夫？うん、今のところはね。アラジンがいるもんね。ある、最近元気がないのよ。ハートレスのせい？わからないの。普段は明るいいつものアルなんだけど、時々寂しそうな顔しているの。最近は一人で街に出かけることが多くて、何をしていたのか聞いても教えてくれないし、今もね、もう帰ってこないんじゃないかと心配で。そりゃ街にガールフレンドができたな。よし、俺がアルの相手を見つけてやるよ。イアーゴね、お願いソラ、追い払って。私は宮殿のみんなに報告してくるわ。あのさ、こいつね。嫌われてるな。ひどいこと言ったしね。ねえ、アラジンに相談してみようよ。街に行ってるんだよね。そうだな、何してるのか気になるし。泥棒！やあソラ、待てー。あんたの猿か、それはしつけがなってないぞ。ごめんってば。ほーら、アブー、これで許してよ。ふん、こら。いや、さっきはごめんよ、急いでたからさ。何してんの？アブーがランプを盗んじゃったんだよ。言い訳したってダメだよ